こんにちは、タンタンです。今回はなかなか逆上がりをしない練習をいたしました。逆上がりは腕の力はもちろん腹筋や体幹を使うのですごく疲れるんですけれども、今回はなかなか逆上がりをしないというトレーニングだったのでめちゃくちゃ疲れました。ではご覧ください。こっちです。
丈夫。
最後までご覧いただきありがとうございます。今回は久しぶりに逆さになって脇の入れ替えや、あとペガサスもやったんですけれども、以前よりは動きやすくなっている気がいたします。お、頑張ってるなと思っていただけましたら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。次回もまたいろんなトリックにチャレンジしたいと思います。タンタンでした。